はい、今回はドラゴンクエスト10、メインストーリーを続けていったんですけども、ちょっとね息抜きというかそんな感じでサブクエストをねいくつかやっていきたいと思います。メインストーリーの続きも気になるんですけど、たまにはこういうのもいいかなと思っております。久しぶりにアペカの村へと戻ってきました。なんか村長さんがね何かお願い事があるみたいなんで、ちょっと引き受けてみましょうか。はい。おう、ギダと共に成長を元にも姿に戻してくださったポコタさん、その折はお世話になりました。ところでエジャルナより来た商人から氷の領海という新たな大地への道が開かれたと聞きましてな。氷というのは水より冷たきものらしいですな。おう、氷を見たことないのかな、もしかして。我々はこのような場所に住んでおりますから、そんなものを目にしたことがないのです。あ、やっぱそうなんだ。そこでご相談ですじゃ。わしはどうしても氷というものを手に入れたい。ご無理を承知でお願いしますが、氷の領海から氷を持ち帰ってはいただけませんでしょうか。ほー。はい、やってみましょう。おー、引き受けてくださりますか。遠くより来ておられる異種族のあなたにお手数をかけてすみませんな。噂によれば氷というものは暑い場所では水に戻ってしまうらしいですな。果たしてこの領海に持って来られるのか。氷の領海にも我らと同じく竜族の民が集落を作り暮らしているそうなので、その者たちならば何かわかるかもしれません。難題を押し付けて心苦しい限りですが、何卒よろしく頼みましたぞ。わしのところまで氷を届けてくだされ。炎のクール瓶。炎のクール瓶か。よし、宅配業者になってやってみようじゃないか。じゃあ、あれか。向こうの村に行けばいいのか？氷の領海にある竜族の集落で氷に詳しい人を探してみよう。なるほど。じゃあ、とりあえずルーラできるところまで移動しましょうか。ここら辺？あれ？こっから出れる？早速、イーさんの村まで行ってみましょうか。多分誰か知ってるでしょうね、氷の。ここならいい氷取れるぜ、みたいな。はい、ひとっ飛び。さあ、ここで誰か知ってる？一番知ってそうなのは村長さんだけどな。これアデラさん。はいはいはい。なるほど。あの地図の黄色い丸のところが詳しい人ってことかな。とするとこっち側？ヘックか？あ、ヘックか。はい。あ、後ろになんか氷切ってるね。俺っちは氷を削って家を建てる名人だべ。氷のことが知りたければ俺っちに聞くがいいべさ。はい、では早速。お、炎の領海ってとこに氷を持ち帰りたいのかい？炎の領海ってとこは地面が燃えてるんだべな。そんなとこに氷を持って行ったら一瞬で溶けしましょう。いや、一つだけ手があるべ。とこしえの表現の首長大師って魔物の毛皮は、天然の保冷袋っていうのかな。だから首長大師を倒して、その毛皮を持ってきたら、俺っちが氷を削って分けてやるべや。ほう、戦ったことあるね、首長のやつ。すんごい首、キリンみたいなやつだよね。キリンみたいな首を持ったモンスターだった記憶があります。首長さん、倒しに行きましょう。はい、見つけましたよ、首長大師。早速倒させていただきましょう。そんなに強いイメージはないんだけど。
よし。一発で手に入れられましたね。じゃあこれを早速持っていきましょうか。はい、では早速、アイテムを入手したんでね、さっきの氷を切ってくれる人のところに行きましょうかね。これで氷をいただけると。 X さん、はい、持ってきましたよ。おう、標柱の毛皮を手に入れたのかい。おめえなかなかやるべな。この標柱の毛皮があれば炎の領海へも氷が運べるようになる、べ。じゃあ早速氷を分けてやるべ。ただし、いくら標柱の毛皮を使ったっても氷は時間とともに溶けてしまうべ。だから氷が溶ける前に炎の領海の村まで大急ぎで届けるしかないべさ。あれ、ちなみにルーラストーンや旅の扉を使うとデリケートな氷ちゃんはなくなってしまうべ。おー、なるほど、そうなんですね。結構する準備。はい、とりあえずやってみましょうかね。はい、お願いします。氷をたくさん包んだ。はい、で何が始まるの。分かって、はい、かけうーわ、なんか変な黄色い文字が出てきましたよ。溶け始めた。え、そんな早く。え、これどれくらいで溶けんの。どれくらいで溶けんだろうね。別に、タイムアタック的なもんなんだろうけれども、何も出てこないね。せめてこの氷のね、領海の中だけでも、溶けずに残ってくれればいいのに。ルーラストーンとか使えないって書いてたもんね。え、道なんかあんま覚えてねえな。参りましたね。とりあえずじゃあターボとか使えばいける？慎重になっちゃうな、そんな感じだと。とりあえず頑張っていきますか。敵とはぶつからない方がいいよね。あんま道とか覚えてないんだけどな。ほんとマジで。こっちの方でいいのか。うわ、早速道に詰まってるし。これか、ここ。いや違うな。やべえぞ早速やべえぞ。どっから行くんだっけ。え、どっから行くんだべさ。これか、これを登るのか。そんな記憶ないけどな。おお、少しずつ溶けてますとか言われてる。あった、いけた、いけた。はい、じゃないのか。これか、このこっち行けばいいのか。おお、おお、落ちた落ちた。落ちても大丈夫？どこだったかね。やばいな。道を把握してないと、そもそも、どこに行っていいかわかんない。うわ、行き止まりっぽい。行き止まりっぽいぞ。これか、ここ上がるのか。上がれそうだね。
あそこだ。とりあえず氷の領海は出られそう。早く。あとどれくらい余裕があるんだろうね。スキップ。おい、行くぞ。行け行け。こっちか。いやー、途中でセーブとかできねえもんな。え、何？ここに氷がどうこうっていうメッセージ出なくなったけど大丈夫かな？え、大丈夫なのこれ。あっと、怖い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 。半分ほど解きました。まだいけるかしたら。半分ほど解けました。これはこっちからいけるのか。これだってさ、絶対戦うじゃん。絶対戦うんじゃないのこれ。よし、いけた。いけた、いけた。ここ抜けれれば全然いけるんじゃね？いけ、頑張れ。あとどれくらい？そもそもの俺の目的の場所はどこだ？炎の領海でしょ？あ、一回城に戻ってか。ああ、なるほどね。頑張れ。俺頑張れ。一回城の方まで行って、城を抜けていかなきゃいけないんだ。あと何分ぐらいなんだ。こっち立ってる？合ってるな。なんか音がするけど。違うな、これ道が違うぞ。道が違うぞ、これ。大丈夫？で、城の方に行きます。城はどこだ？城はこっち。はい。ほとんど解けましたって。ほとんど解けましたっていうのはどうなの？どうなの？まだいけるってことでいいのかな？ほとんど解けました？まだあるんだね。よし、頑張れ。で、どっから出られるんだこれ。
この辺から行けるか。この迷ったら終わりじゃね。で、アペカだから。頑張れ、あと一息。あとちょいだ、あとちょいだぞ、おそらく。ダメージなんて気にしてる場合ではないぞ、これ。はい。で、村長。この上。今にも全て溶けそうです。今にも全て溶けそうですって嘘でしょ。あとちょっと、あとちょっと。はい、登れ登れ登れ、話しかけろ。おい、どこどこどこにいる、いれ、で行け。来たか。では早速いただきますぞ。渡した。ああ、おーおー、これが氷、なんと美しく冷たいのか。ありがとうございます。よかった。間に合った。実はわしにも息子がおりましてな。太っちょで不器用で、レゼロのような武勇も、ギダのような才能も、何一つ持たぬ、不敵な息子です。そんな息子も、最後は戦士としてレゼロたちと共に散って行きました。お、そうだったんだ。それは初耳。息子は暑がりで汗っかきでしてな。この氷は息子の墓に、備えさせていただきます。いや、溶けるよ。村長さん、溶けるよ、氷。まあ、気持ちだけでも、みたいな感じなのかな。おっと、話してる場合ではありませんな。氷が溶けてしまう前に行ってまいります。はい、行ってらっしゃい。よかった、間に合って。ネオル村長はこれを大事そうに抱えて、墓参りへ出かけていった。うん、ほどなくして帰ってきたネオル村長は、の頬にはうっすらと涙の跡が残っていた。ネオル村長にもう一度話しかけてみよう。はい。話しかけてみる。ポコタさんにいただいた氷を墓に備えたらすぐに溶けて蒸気となり天へ昇っていきました。きっと安息の地におる息子のもとに届いたのでしょう。あいつの喜ぶ顔が浮かぶようでした。老いぼれの願いを叶えてくださって、本当にありがとうございました。こちらはお礼に受け取ってくだされ。お、素早な種ゲット。いや、よかった。まさかね。途中で溶けるとは思わなかったけど。それからポコタさんのおかげで氷の領海の竜族とつながりができましたので、今後は交流を始めてみようと思います。聞けば向こうの村も過酷な環境、
こちらからはほかほかストーンや燃料を届けて、向こうからは氷を送っていただこうかと。そのような交易路が整えば、暑さや寒さで命を落とす者が減り、いずれ互いを救うことになりましょう。またアペカの村にも遊びに来てください。いつでも歓迎いたしますぞ。はあ、よかった。無事クリアできてよかった。途中ちょっとかなり焦ったけどね。はい。ということで、サブクエスト一つやってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。また次回本編の方、メインストーリーの方進めようかな。ちょっとわからないけど、楽しみに待っていてください。今回は以上です。ありがとうございました。